皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。No Guns Life のサムでございます。入っていきましょう。ジューゾーさん、お前さん何やってるのでしょうか。うまくやってるのでしょうか。どうすかね。楽しい楽しいジューゾーライフの続きを見ていきましょう。なんかコーヒーを作ってはるね。作ってはる。拡張なんでアタッチメントのあたりが少ししびれてるでしょうか。すぐ馴染みますから。硬いな。あ、違うな。生体の方はハルモニエが干渉してるから。そういうことか。まあそのうちなんとかするすよ。自分の体が使えないからなんか作ってもあげてるんだね。それでハーモニーでそれを動かすっていうことですね。これからだね。ノーガンズライフっていうのは。はい。ああ。お、カオヤオナネコに。食べさせられてんだよ。あれれ。なんてそれでそんなに嬉しかったっすか。超嬉しそう。ガキをからかってんじゃねえよ。ジューゾ、あんたハードボールだよな、ほんまに。どうなんや？どうなんや？バラ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 。この曲ね、本当はもう覚えてるはずなんだよね。もう一週目からやりたいって言ってるけど、ごめんね、俺が悪い、俺が悪い、ちゅうことなんで次回。でも今はね、3つぐらいの曲は歌えてる、新しいアニメの。まあ B スターズはちょっと頑張ってる、まだ下手やけど一応歌えることはできる。新しいドクターストーンもそうだし、あ、旗揚げ獣道もできてない、はあ、今回は本当ダメなんだよな。本当練習しないとあかんな。ごめんね、みんな頑張るよ。でもこの、まあ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 、このアニメをすぐ覚えられそうとか言ってるけど、できてないっていうところで、あんた根拠はあってできるようになってから言えよ、バーカって感じですよね。でも英語だよね。英語と日本語が混ざってる感じなんだよね。うん。OK。さて、操り人形。いろいろ話してもらおうか。話してもらう。こいつを使って話せ。OK。だろ、なんや、犬いじゅうぞ、救世界ってあれだろ、ヤクザの。ん、え、ボコボコにされた。足りめえだろ、じゅうぞって名前やで。この救世靴には履いて捨てるほどいる。おたおたすんじゃねえべ。じゃねえべ。なんだなんだ、依頼か。結構でっきんじゃねえ。保安と言ったか、あんた旧世界の幹部様らしいな。ほう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 。ほう怒ってるな。話の中身も想像に固くねえべ。固くねえべ。あんたにはあるエクステンドを処理してもらいたい。ほう、あるエクステンド処理してんのか。近頃この旧石窟でガキが襲われる事件が立て続けに起こってたな。おお、結構ええ話じゃん。うちに別状はねえものの、どいつも拡張した腕や足を引きちぎられちまってるんだ。わあ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 。拡張した手足を。そりゃやばいな。しかもどいつも意識を失ったままで話を聞くこともできねえ。旧世界のやんちゃなのにさ、こいつだ。こういうやつなのにめっちゃ。人のために頑張ろうとしてるんだね。目撃者の言うことにはまるで操り人形みてえだったとさ。怖っ。このやり口はスピッツベルゲンとかいうやつらの仕業だ。スピッツベルゲンか。うちは闇で拡張体を流通させてるからな。うん。その当てつけだべ。そういうことなんだね。反拡張技術主義の政治団体とか言っても。なるほどね。やってることはテロと同じだ。やってくれんかい。と島を仕切るもんとして
把握できてねえことがあっちゃなんねえってことだよ。まあいいんじゃねえか、うん、この話は。俺は自分の頭がなんでこんなことになってんのかすら把握できてねえんだ関係ねえ話やろ。よくもまあ旧世界相手にそんなすっとぼけた態度が取れるもんだべ。だべ。よほど裏に大きなコネがあるか、命知らずのバカか。うん、まあ、後者じゃね。命を惜しむ理由を持ち合わせてねえだけさ。まあいいべ。ほんで？実のところ見回りに出した。組の門までやられちまう始末でな。おお。やられてしまってんよな。じゃあ意識を取り戻さねえし、犯人がどんなやつなのかはっきりしねえ。はっきりしねえ。そりゃもう銃座を借りるしかねえな。見つけて始末しろと。資格ですね。そういうこった。ええんじゃねえか。聞いたとこだと処理やよ。おめえベリューレンと揉めてるそうじゃねえか。揉めてますね。ならうちが間取り持ってやってもいいんだべ。えんか、そんなことできるか、その旧世界。てめえ兄貴の話聞こえんかったか、こら。すかしだけ使ってんじゃねえぞ、こら。いやな、近頃こチンピラらしくて素敵。士官を覚えただけさ。確かにありがてえ提案だぜ。何せ相手はこの町を事実上支配してるあのベリューレンだ。身の勝ちすぎる厄介ごとに頭を痛めてたとこなんだな。これは自分の尻は自分で拭うのが俺のモットーなんだ。おお、めっちゃ言うじゃん。誰もてめえの島くらい自分の手で守る。やべえ、やってあげねえってことか。コーヒー飲んでくか。どこぞのマフィアがおろしね釣り上げたせいで味の割にクソ高いやつでよけりゃおごるぜ。やば、これめちゃくちゃ脅迫挑発だね。まあそれほど俺も負けてらんねえみたいなことだよね。これはね、玉比べしてるんだよね。チンコ比べしてるんだよね。俺たちどっちが強えんかって。やば、こういう時にコーヒー飲むんかい。話の分かるやつじゃねえか。つかみどころのない野郎だぜ。どこが目かも分からんやつにはガンの飛ばし方もねえべな。まあよく言われるよ。ほんまそれ。いいんですかい。処理やよ。おめえの言うことももっともだ。己らの島も守れねえようじゃ、よそ様に偉そうな面はできんがな。それに、ここでやり合うのはわしらも本望じゃねえべ。そこの若え技師さんにはうちのもんも世話になってっからな。ここじゃなかったら揉めたのかな。処理や、わしはおめえが気に入っただな。それでもここにはここの掟ってやつがある。どうするじゃん。大事なもんを隠しときてえなら、ここで揉め事は起こさねえことだな。でもなんか旧世界とええ感じ持っていけそうやけどね。邪魔したな。ほんまに悪けるわ。チンピラって可愛い。よかったんすか、依頼断っちゃって。あれはスピッツベルゲンの仕業だ。犯人はどう考えてもエクステンドっすよね。反拡張主義を歌う奴らはエクステンドの力なんざ借りやしね。じゃあ誰がやってると思ってんだ。ベリューレンの奴らが俺に当てた。ベリューレンがやったと思ってんだ。鉄道を見つけ、なんでだろう。ガキたちを襲い続けるつもりだろう。そういうことか。それはめちゃくちゃやな。どうしたどうしたどうした。あ、歩こうとしてるんだね。何がダメ。聞いたんだね、話を。放っておいていいはずがない。お前ええやつやん。どっちみちやるんだろ、重蔵くん。気持ちはわかるっすけど、ベリューレン絡みの事件に首突っ込んでも面倒なだけですよ。まあそれにどっぷり使ってる人がここにいますけどね。ね、重蔵やってくれるんでしょ。どうだったんだ。ご立派な考えだが、まさか自分は動けねえから俺に命かけてベリューレンとやり合ってこいってんじゃねえだろうな。そういうことやろ。重蔵さん、そんな言い方しなくても。でも合ってるでしょ。命も張らずに語る正義なんてもんは絵空事でしかねえんだよ。絵空事。
ち上がることもかなわない。うん。でもそれなら自分で立てない人間は立ちたいと望むことすら許されないのか。どういうこと？施設から逃げ出した時、僕は自分の身を守るのに精一杯で。そっか。同じ境遇の子供たちを助けられなかった。確かに他の子供たちも多かったんだね。いや、助けようとすらできなかった。やば。その施設ってどこにあるんですか？わからない。わかんないの？通路に潜ってひたすら追ってから逃げているうちに戻れるのかな？街へたどり着いたんだ。なるほど。でもベリューレンが多くの人を捕らえ、違法な実験をしているのは確かだ。はい。僕には施設に送られる前の記憶は残っていない。うん。だけどもし本当に僕が CEO の息子なら、僕にはベリューレンの悪事を止める義務がある。 CEO の息子にこんなことする？犠牲者を出さない。ダマすぎやろ。犬一遊蔵、改めてあなたに依頼したい、うん、僕にもう一度力を貸してくれないか。銭はねえのかよお前は。それがお前のなすべきことってわけだ、うん、種ヶ島ぐらいは用意しとけ。マスコミに助けを求めてもベリューレンなら僕の存在ごと隠蔽するだろう。とにかく今はこれ以上子供たちが襲われないようにしないと。ええやつやなほんまに。鉄郎。自力でようになるまでは必ず俺がお前を守ってやる。だがな、赤の他人まで助けてやる余裕はねえのさ。こっちも慈善事業でやってるわけじゃねえんでな。じゃあどうする？報酬は。報酬ね。報酬ならハルモニエを取り外して売ることができればかなりの金額になるはず。売るっていうか使えばめっちゃお金できるやん。そいつを外す当てすらねえじゃねえか。うん。ハルモニエは少年の。取ったらお前どうなるしと思うし。手立ては考えますけど、すぐに外すのは。お前の言ってることはどう。外さへんことがいいと思うんだけどね。そんな体にされても恨みつらみなしにまだそんな正論を吐けるガキはそうはいねえ。世の中理屈じゃねえんだ。理不尽と折り合いをつけてやっていくしかねえんだよ。悪いことは言わねえ。まず自分の体の心配でもするこったな。するこったな。だってどうする？冷めると飲めたもんじゃねえ。そんなにまずいんか。鉄お前。え？おい、自分脳取られちゃう？おい、ハーモニー攻撃されとる。大丈夫っすか？重蔵さん。え？乗っ取られてるやん。え？嘘だろ？乗っ取った？これは倫理的にやべえ。自分の力で立てば文句はないのだろう、重蔵。やばー。乗っ取られてんねんけど。やばー。こうなるなんて誰が想像すんだよ。わお。That's so crazy, man. やばすぎない？盗みを働くようで心苦しいな。子供たちの。結構重蔵にもやべえじゃん。それにあそこに置いたままだと。メアリーに接続を切られてしまうかもしれないしな。オッケー。やはり確かにね。するときは本体が無防備になるのが難点だな。うん、難点だろうな。あんた警備局の人？そんなわけないよな。その頭で。ま、あ、わかった。ホテルを借りてそこに置くんだね。子供が襲われたりなんてのは日常茶飯事だよ。なんての？トータっての？トータ。こいつ目どうしてんだ。逃げた食用コオロギ追っかけてったっきり帰ってこねえで10年になるしな。うわあ、あったあった。怖え。何これ。あんたの体、それもっとよく見せてくれない？どういうこと？波一でもめったにお目にかかれない上物じゃないの。おい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 、余ったパーツはちゃんと返してあげるよ。オーマイガード、こうなるの？やべえ街じゃねえかよ。逃げるんかい。
きたくするだろ。てかパクるんだろ。ここは自由座だったらこってんてんにするんだけど、パンチとかで。今鉄郎が乗ってるからな。驚くな。こいつは戦い慣れてないからな。チャンネル数が多すぎてうまく操れない。チャンネル数？補助脳の規格が違うのか。どんだけやばい。何かで隠さないと。ん？何それ？袋？頭に袋をかぶんの？すごい、この状態でも周囲が見える。見えんのかよ、米人間になっても。こんな米って書いてて後ろにこれがあるイコールなんか農業さんみたいな。子供たち逃げてるな。エンデ、手を離すなよ。今から腕がなくなってるんだけど。おい、このファッキング野郎来た。怖え。おう、ここは僕に任せて。強っ。やっぱりあなたたちは自分の目的のために他人を利用して捨てる。もうこんなことは終わりにするんだ。そうか、てめえもスピッツベルゲンのテロリストか。どういうこと、てめえも。待って。え、ってことは旧世界の野郎。どういうこと。あれ、え、あ、すごい、どうなった今。ちょっとどうなったんだよ。強すぎない？お前の体を元通りにしてくれるって言ったんだ。でもな、そのためにはこいつを始末しないと。こいつ？だからもう一度力を貸してくれ、エンデ。え？これ罠だった？一体何を言ってるんだ？こいつを始末。そうね、アン。え？そうよ、エンデ。わ？君たちは一体どういうこと。おい、スーパーサイヤ人になった。用はないもの、ね、この女の子たちってひょっとしてテツロと同じあのなんか施設のやつら。君たちが子供を襲っていた。こいつらが襲ってんの、怖え。待って、君たちデリューレンのエクステンドだろ。施設で実験台にされたんじゃないのか。一緒なんだね。なんでそのこと知ってんの。僕もこの間までそこで囚われていたんだ。でもある人を助けて逃げることができた。こいつらやばいんだけど。今度は僕が君たちを助ける番だ。スーパーやばいんだけど。おっさん、何言ってんの。なんで旧世界のエクステンドをやっつけてくれたのか知んないけど。こいつ旧世界だったんだよね。囚われているつもりなんてない。あそこだけが私たちの居場所なんだ。こいつら使われてんだよ。悪いけど私ベリューレンの野郎ども、あんたを見逃すわけにもいかない。使われてる、これは全て任務なのかな。やばっ。おいおいおい、 What the fuck。 これめっちゃ悲しいんだよねこのアニメ。あっ、あっ、いてぇ。体が勝手に、体が勝手に勝手に守ろうとした。毒？毒のせいか。でもこいつ、こいつ分解されるってことやろ。え？どういうこと？でもこの女もなんか結構やばいことになってる。あ、乗っ取られちゃう？ハーモニー？え？これハーモニーの効果？それとも自分のエクステンドをコントロールできないから。飛ぶ！やーべー、こんなところにこんな怖いエクステンドが出てくるなんて。怖ぁ、こんなやつが現れたらもう正面漏らしながら逃げるしかないな。うわぁ、だってあれどこから来てんの、怖ぇ。
子供たちにこんなことさしやがって。心配するな、エンデン。私はここにいるから。この二人が一緒じゃないと暴走しちゃうんだね。鉄郎とかいうガキをおびき出すのに成功すれば施設に戻れるんだ。そういうことね。処理してもらえばすぐ楽になるからさ。楽にならへんよ。これ痛いんだね。このエクステンド使うの痛いんだね。だってどこから来てんだよ。ほんまにヤバすぎるんだけど。このガキたち何されてんだ。一体どういうことですか。だから言ってるでしょ。もうエンデが限界なんだ。早く施設でエンデを直してやってくれよ。忘れたのか、役割を。こいつら処分される。少年をおびき出すために子供たちを襲い、メッセージを残す。うわぁ、こいつやん。喫食野郎。制御装置としての機能を全うする。喫食悪い野郎ども。お前たち二人に与えられ。こいつら殺せよ。まあできないだね。この救世靴は住人の9割がエクステンド。そこでの9割に適した能力を与えられながら、なんたる失態。そして何9割もエクステンドかよ。でも言われた通りメッセージは残してきたし、エンデが治ったらもっとうまく。役目を果たさない歯車は我が社に必要ない。殺されるんだね。今見捨てられたらエンデは。エンデが暴走しちゃって。手遅れだ。逆らえないんだね。この場で破棄する。そんな。やめろ。おう、来た。えっ、戻ったんだ、こいつ正気。歯車なんかじゃない。歯車なんかじゃないと。え、すごいんだけど今回。いやー、やっぱりね、こういうね、大人向けのアニメって結構やることえげつないことあるんだよね。なんかあれ思い出すんだよね。ゴーストインザシェルとか。なんかね、なんかひどすぎる。まあ言ったらね、ね、ディストピアだよね。将来のディストピア。アンリアルエンジンがこれ作ってんの？びっくりした。アンリアルエンジンとかこれ作ってるんか。あの有名なね、ゲームメーカーが、あのゲームの作成に作ってる、どう説明したらいいんだろう。まあグラフィックエンジンみたいなもんだけど、それを使ってアニメ作ってるの面白いな。うん、本当に最近のアニメってマジいろんなものを使ってんだよね。最近だけじゃないか、ただ俺が知らないだけ。つどつど俺はびっくりしちゃうんだよね。クオリティとかストーリーとか。だからアニメはやめられないんだよね。面白すぎるんだよ。ねえ、あ、私の体どうなったのって。ノーガンズライフ第4話、引き金。引き金って、お前引き金自分から打つ、どういうこと。なんかずっと喋ってた感じなんだけど。This anime is very interesting. このディストピアンワールド。あと、銃像乗っ取られちゃうなんて誰が考えるんだよ。すごいんだよ。発想がね。それだけではなくて、あの子供たちが実は加害者で、またそれだけではなくて、あいつらの体にあの暴走するエクステンドが入ってる。あのもう一人のアン、エンデがあれでしょ、体がやばい。で、アンがそのサポート役。アンの秘密は何だろう。アンもなんかエクステンドなのかな、ちょっとわかんないんだけど。うん、まだまだ説明不足のところが多いですね。俺たちはいくら考えてもまだまだわからないことが多いと思っております。次までよろしくお願いします。お気に、 and bye bye。